のりチャンネル。すいません、ご無沙汰します。どうも、おはようございます。久しぶりですね。ゲイキャラ作ろうぜ。加藤へ。そうそう、加藤、加藤ね。そうそうそう、イベント考えるんですけど、イベント考えないで、まあ、面白かったね。のりチャンネル。今後の日本のアメリカンフットボールがどうなってほしいか、夢や希望、今思い描いてる理想、こうなってほしいって教えてもらいます。いや、さっそ僕からいきましょう。そうやね、こっちからにします。そうしよう。の最後締めね。締めね。はい、別にこうでもいいんです。うん、どうします。いや、もうなんせとりあえず喋ってくれ。まあ、僕はね、やっぱり自分が成し遂げられなかった目標として日本人が NFL に行くっていうことだけは僕の中で何があっても作りたい。僕が作るじゃなくてもいいですし、何かね、関わったことによってそれがそう NFL 選手第1号、まあ、彼は自分がやってきたからこそですでもいいんです。でそこになんかちょっとでもね、自分が関わったっていうことをが正解かなと思ってるんで、そうなるためにどういう風な方法論をとってどうしていくかっていうことを考えて、言ったらほんまに挑戦したい子たちを作ることもそうかもしれないですし、挑戦したいなって思う人たちと出会うこともそうですし、アメリカンフットボールっていうものと触れ合ったり初めて知るみたいなスポーツとして、もっと若年層の子どもたちが触れ合う機会を作っていくっていうのが僕の目標ですかね。最終目標は NFL に行く日本人っていうのがあって、そのための土台をどんだけ大きく広げて作っていけるかっていうのが僕の目標です。はい、日本チャンネルを見て、はい、メッセージ欄に NFL を僕挑戦したいんです、はい、海外でプレーしたいんですか、はい、っていうメッセージ。あ、もうめっちゃ欲しいです。それええな、そんなん来てくれたらな。ほんまにそこの相談は、でそこは多分僕の中ではこうほんまに針の穴みたいな話をしてしまうから、ちょっと小川さんとか力也さんとかにお願いして、ちょっとこう ゆっくり話してもらわないと急に厳しくなるかもしれない。そうです。そうです。SNS でもだ、ね、NFL 挑戦する方法論の話もさっきもそうですけど、言うたら何歩でも連絡が取れるんで、うん、僕がクリニックとかいろんな子と出会った時も言ったら連絡先も教えて、いつでも連絡くれと思って、やりたいこと練習であったりっていうの方法論は何もでも伝えるからって言っても、やっぱみんなくれないんです、うん、ってことは、まあそれが現実なんだろうなっていうのも感じてますし、さっき言ったアピールが足りないのと日本人のちょっとマイナスの悪いところです。それが僕の木下のりやかの、はい、アトランタファルコンズまで行った、はい、コネクションをフルに今の皇族に伝えたい。いや、それは使ってほしいな。もう全部使いたいですよ、もう、ね、はい、全力で、もうあとはバックアップをする対人間にもなりだしてるので、なんぼでも押し上げますし、 NFL 中継でね、日本人選手の名前が何回も連呼されるような、ね、世界で泣きますよ。多分ほんまに泣きますよね。のりチャンネル。まあ、でも同じですね、その日本人のからに NFL 選手を出すっていうところは一緒です。そこで携わっていれたら痛いというかいう思いは一緒 で、その中で多分木下のやり方もあれば、多分僕の何のやり方があって、うん、で僕なんかもう本当になんかこうプログラムとしてこう作っていってほしいし、なんかこうまあすごい子がいて、その子が、まあ、行きたいか行きたくないかっていうのもそうですけど、そういうチャンスを与える場を提供するのができないのかなと思ってて、でそれがこう小学生の時にもう本当にすごい子がいて、中学生の時にはもうちょっとこうそういうなんかカリキュラムがあって、そういうところに飛び込んでいけるような、なんかまあまあそれこそ教会とかになってくるかもしれないですけど、
とかとこう連携取りながらこうアンダーの子たちがまあねその子らってわからないとこいっぱいあるじゃないですか。行きたいけど行けない、どうやって行くのかそんなの分かるわけもないんで、そういう子がこうねえ、まあ、競技人口減ってるんで、その中からって言ったら本当にこうその子を上手に据えていってこうそういう段階に持っていきてあげたらいいのになって思ってます。はい、どうですか、美濃十和学園ですね、コーチを長らくやってらっしゃいますけど、はい、日本人選手の可能性というふうに感じられますか。いや、絶対にいけるチャンスはあると思うんです。ただそれが、まあ、日本で終わっていくのか、大学で終わっていくのか、社会人で終わっていくのか、それをこう、まあ、海外に持っていけるようにしてあげるのかっていうのが多分僕らの役割やと思うんで、それはね、それこそ美濃十和学園にすごい子が来てくれたら嬉しいんですけど、でもいや、それ以前に行けるチャンスがあるような場所が提供できたらなと思いますけどね。そういうところにもなんかこう今後携わっていきたいなと思いますけどね、うん、はい。のりチャンネル、こんな感じですけど大鳥ですか。まあ、僕はお二人と違ってその今の教育の現場には携わってない身として、やっぱりアメリカンフットボールが日本でやっぱりすごくもう一般的ですけど、プロリーグ、ね、プロリーグではプロ選手がたくさん出てきてほしい、大学まで頑張った選手がアメフトのプロ選手として食べていけるような競技になればいいなと思う過程で、まあ、アメリカンフットボールがあって、まあ、中学校小学校でもできるフラッグフットボールっていうのがあるから、まあ、その辺のやっぱ底辺の、人口を増やして、で、アメリカンフットボールをやってたら、この競技でも目立てる、活躍できるっていう、その底辺を増やした結果アメフト人口が増えるというような、なんかそういう教育の現場に、まあ、僕自身はもう一回行ってもいいのかなって考えてる最近なんですけども、やっぱりね、底辺が広がらないと競技は盛り上がらないんで、ね、そういうところのことができればなと、うん、で行く末はやっぱり NFL 日本人初選手を、携わりたいというふうにはね思いますね。やっぱり力也さんの中でもアメリカンフットボールっていうものはやっぱり好きなんです。うん、すごく好き、うん、まあね、たまたまの仕事柄こう発信する力もあるんで、まあ、その辺もやりつつ、でも自分自身としてまあまだねできるうちはお世話になりましたから携わりたいなっていう気持ちもある反面、まあやっぱりね、盛り上がってればそんないろんなね、ことも出会いもありますし、やっていきたいなと思ってますね。逆にそんな相談とかないですか。僕ですか。実はあるんですよ。まあでも全然あれなんですけど、まあ、ちょっとそういう相談もあって動き出そうかなと思ってるんです。はい、高校生。いや、西宮市の、地域総合クラブにフラッグフットボールを、教えてくれないかなっていう相談があって、まあ、そういうのもちょっとね、活動しながら、行く末はやっぱりね、ちょっとこのチーム第3代高校に来てくれへんか、美濃寺に来てくれへんかっていうような、まあ、こともできればなと。今後はちょっと育成のところにまた行く。そうですね。楽しみましたね。ね、またその際説をよろしくお願いします。のりチャンネルで追いかけて。のりチャンネルで。のりチャンネル。どうですか、のりチャンネル。あんま見ないですか。
見てますよ。見てますよ。こっそり見てますよ。こっそり見てますよ。絶対見てないやん。いや見てる見てる見てる。見てる見てる。今年入って見てへんかも。おー、うん、今年に入ってはあれっすかね。引退を発表した。あー、そうそう、あの最後のタッチダウンを決めた。朝日飲料との試合でしょ。あ、そうそう。これ見に行って。そう。お父さんも来た。見に行ったんですよ。なんでですか。いやなんか見に行ったら言っても全部見てないよ。自分の試合いやいや、僕の試合やったの。大阪の決勝戦ですよ。タッチダウン見たんですか。見たんですよ。ああ、前半ですね。そう、ほんで、あ、頑張ってんねんな思って、でちょっともう感動してたんですけど、あれもう持ち帰りやから帰りました。そう、大阪の決勝やな。そうそう、あれ秋の決勝やな。神大石黒の。そう、なるほど。で、僕は試合終わった瞬間駆けつけて、そうですね、試合会場。そうそうそう、あ、帰ってきたな。サイドライン際、向こうのサイドライン際とか帰ってきたわと思って。なんか自宅拝見見たわ、自宅拝見。なんか家で奥さんに行って、あとさん、この間となんか陸上選手一緒に走ってた。ああ、そうそう、アルファさん、あの人もまた繋がります。もともとジャンプ走り幅跳びの日本記録持ってあったけど、たまたまでやった。どうですか、あの身近な選手がギリまでね、現役を追っかけですね、うん、まあ、去年、引退を決めましたけど、ないでしょ。いやー、すごいと思うよ。40? 40? 1の年。あー、いやー、まあ、一戦やからね、一戦やから、ね、うん、僕らみたいな、あの三部チームでちょろってやったと違うから、一戦やからね、うん、ね、うん、一戦やからね。けどこれで言ったらほんまに X リーグで全員プロとしてやってますよね。まあ一応はね、みんな、その当時はプロとしては言えなかったですけど、今年からちゃんと言わなあかんルールになったんじゃないですか。あれで面白いな、うん、みんなはその当時はプロって言ったらあかんって言われてたけど、アメリカンフットボールだけしてお金をもらってるっていうのはありました。ヨーロッパでもそうですし、うん、そうやな。 X リーグがほんまは NFL プレイヤー OK ですってなったら面白いけどね。うん、ねえ、話題になる。うん、ガルフがウエストやったテールバック。あ、まあ、だからあれもうほんまに属したかって言ったら属してないんですよ。ああ、そうなの。あの当時は確かキャンプに行ってることすらダメやったと思う。そうそうそう、あかんかった、あかんかった、うん、あかんかった。NFL でいうと3年プレイヤーが来ることっていうことはまあないわけじゃないですか。 NFL にちゃんと属した人が X リーグに入ってくるぐらいの方がもっと面白くなると思いますし、面白いわな、レベルも上がれるしな。ノートルダムジャパンボールはね、本物が来てたから、ね、そうです。まあ、けどもうおじいちゃんみたいになってましたけど、ね、まあね、でもルーホルツ来たルーホルツルーバッカーいいわ。のりチャンネル、あとノリチャンネルがどうやったら伸びていくかについて話し合わなかった。いや、ほんまそうです。だから、とりあえず、ミノージュの学生は、ちょっと、チャンネル登録だけ一回してもらって。俺なんかでも一回さ、そのなんか、出してもらったんかな。さあ、今からミーティングやから、ってあのミーティングルームでやろうとしたら、選手らが、こうなんか、それこそ YouTube なのかな。で、こうパッて見て。で、俺の写真載っててやんか、ヨーロッパの時の、うん、お前何してんねんみたいなって、いやっ実は乗ってます。結構見てたわ、みんな。ありがたいなあ。で、今チャンネル登録者数2000人しかおれへん。動画再生数で言ったらもっとが多いって。で、僕が最近考えたのは、チャンネル登録の仕方わからん人が見てくれてるんかなとかっていう風になってます。再生回数はね、そうですよね、そっちの方が今上やって言われたんで。再生回数はどんぐらいいってんの。いや、もう一番マックスでも1万ぐらいですね。1万で、そのおでも1万ってすごいじゃないですか。で、その時の、山崎先生と広下君が僕のコーチをやってる時の回が1万いった。で、初回も1万いった。あとはでもマックス6000ぐらいですな。だから山崎先生出さなかったいっぱい、みんなめっちゃ気になってんちゃう。今年で定年、ね、そうです。今年取りまくる先生定年なんですけどみたいな。
教えようからいいんだ。どうしますか。今までで一番面白かったエピソードを言ってください。なんだかんだ山田先生とめっちゃ喋ることが多くて、うん、なあ、仲良しです。めっちゃ仲良しであれですけど、なんかこいつの話ずっとしてくるんですよ。ほんま人と全然属さへん人やのに、ミッチーだけはほんま。けど山田先生の前ではミッチーとは言われへんの。小川先生って。たまにミッチー言うてへんから。リッキーってもうそう無理ですもん。いやリッキー言ってたよ。リッキー僕が言ったら飲んでるわ僕ずっとリッキーです。だって僕背投げまで散髪してくれよってほんまバリカンでバリカンで坊主してくれってそのアリゾナおる時にやって、あ、なんかその写真あったね。そうです。で僕どっから切ったらいいんですかって背中の毛入ったら背中から全部この辺でもええやん。しかも二人きりで二人きりあの犬用のバリカンで犬用のバリカンでみんな裸でこんな写真のりチャンネル。今回ののりチャンネルはここまでです。のりチャンネルでは皆さんからの質問にもどんどん答えていきたいと思います。海外挑戦したい、海外に戦いたい、トレーニング方法やプレー面で悩んでいること、プライベートのことなど内容は問いませんので、ぜひメッセージ欄にコメントをよろしくお願いします。それではまた。これ毎回変えよう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ぜひお願いします。何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。